ドジャース山本義信投手26が5日、日本時間6日のパドレスとの地区シリーズ初戦の先発に変更になった。3日、同4日、フリードマン編成本部長が会見で明かした。当初は初戦は今季13勝のジャック・フラーティ投手28、2戦目が山本の予定だった。決着がつかずにもつれ込めばシリーズ最終戦となる11日。 同12日の第5戦の投手起用を考慮して変更されたという。これにより、山本が中5日、フラーティが中4日での起用が可能となる。右肩鍵盤、鍵盤、損傷から9月中旬に復帰した山本にとっては、疲労回復に余裕が取れる。山本が土軍ポストシーズンの開幕投手となり、大谷翔平投手、30、らと共に世界一を目指す。